こんにちは、ルイカと申します。エクセルで連番を振る方法として、上のセルにプラス1をしたり、ロー関数を使う方法があります。こちらの列は先頭だけ1が入力されていて、2件目以降は上のセルプラス1になっています。こちらの方はロー関数を使用していて、このような数式になっています。ロー関数は引数なしだと自分のセルの行番号を返しますので、この例の場合、ロー関数の結果から2を引けば連番になりますね。こちらは3行目なので2を引いて1、次の行は4行目なので2を引いて2、以降も同様です。 Excel で連番を振る方法としてはこの2つが有名ですが、この2つは行の挿入や削除に弱いという欠点があります。このように行を削除した場合、上のセルプラス1で連番を振っている方はその上のセルがなくなってしまいますので、レフのエラーになってしまいます。こちらのロー関数の方は削除してもちゃんと連番になっていますが、ロー関数の連番は上の方で行の挿入や削除があると連番が正しくなくなるという問題があります。上の方に行を挿入しますと、先頭の番号が1からでなくなってしまいます。先ほどは先頭が3行目にあったのでマイナス2にすることで1になっていましたが、先頭が3行目以外になってしまうと1からの連番にはならなくなってしまいます。他にも途中に空白があった場合に連番でなくなってしまうという問題もあります。今度はセルの削除ではなくデリートキーで値を消してみます。プラス1の方は空白の次から1の連番が振り直されてしまいました。ロー関数の方は振り直しはされていませんが、空白前の番号プラス1にはならず、全体として連番ではなくなってしまいます。この場合空白は飛ばしてこのように連番になってほしいのですが、ロー関数では対応できません。ということで前置きが長くなりましたが、途中に空白があっても行の削除や表の前に行が挿入されても正しく連番を振る方法です。カウント A 関数を使用します。カウント A 関数は指定した範囲に数字や文字が何個あるかを返す関数です。連番の先頭よりは途中の方が分かりやすいので、途中で数式を入力します。イコールカウント A、 範囲はタイトル行から自分のセルの一つ上を指定します。そしてこの範囲の中で開始のセルだけ絶対参照にします。開始のセルにカーソルを持っていって F4 キーです。行が絶対参照になっていれば良いので、列は相対参照のままでも問題ありません。これでエンター。このセルをコピーして対象範囲に貼り付けます。これでできましたので試してみましょう。行を削除してもレフのエラーにならず、ちゃんと連番になっています。上の方に行を挿入しても1からの連番のままですね。そして途中の値をデリートキーで削除しても、そこだけ飛ばしてちゃんと連番で続いていますね。カウント A 関数は範囲の中に数字や文字がいくつあるか返す関数でしたので、タイトル行から自分のセルの一つ上までに値がある数を数えることで、途中に空白があっても無視して連番を振ることができるのです。タイトルの文字も1個としてカウントしています。そして範囲の開始セルだけを絶対参照にしていましたので、コピーした時にタイトルセルという絶対的な位置から自分のセルの一つ上という相対的な範囲にある数を数えることができるのです。データ集計の元となる表で連番の途中を空白にすることはあまりないと思いますが、帳簿などの場合途中を空白にして連番を振りたいこともあると思います。どの行に連番を振るかの条件が複雑だったり規則性がないような場合は、今回の方法で連番を振っておき、連番がいらないセルをデリートキーで消すと楽ですので、もしよろしければお試しくださいね。一度消したけどやっぱり番号を振りたいという場合は、他のセルをコピーするだけで復活できます。それでは今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。